この節々に生えてます。これ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 。はいはいはい。ここね。ヘル後でアジトでヘリ修理してほしい。いいよいいよ、今帰るから大丈夫。かぼちゃが、かぼちゃが邪魔だな。ね。よし。ダリエル、素材入れるのってコンテナの右のスタッシュ、左のスタッシュ？入ってすぐの方。オッケー。あの上の方って感じ？開けてくれたん。誰だろうね。大丈夫かな、人。かぼちゃの方が多い草。はい。ユニオンの話どうなった？結局。ユニオンは結局なしになって、アンブレラとノーリミットのギャングが合同で行うそうです。え、何をやるの？ユニオンです。あ、はいはいはい。だからまあユニオンベイとしてなんか大型行きたいなとは思ったんですけど、今はでも集まそうじゃない？やりたいですね。今いつ開始してるか分かんないので、僕らは今素材とか移し替えたり薬作ったりしてます。あー、一応話は終わったからさ、はい、ファクトを受けれるか見に行ける？あ、了解です。9008ですね。うん、ありがとう。はい。取れないな。ここに入れてくれ。テカテカトランポに。あ、アーティファクト受けれました。マジか。はい、受けれました。じゃあ、ユニオンいつから始まる？知ってる？始まるか。こっちは知ってる？からは聞いてないな。ユニオン始まるかどうか、ちょっと店主とかに偵察しておいてもらうのもありかもね。そうですね。ちょっと電話してみるわ。オッケーオッケー。オッケー。ジオ手空いてる？ジオ手空いてる？電話ちゃうね、ごめんごめん。何時になるか分からんってさ。了解了解。ちょ、今銃撃したこれ。足と前。気のせい？いや、誰か撃った。だよな。入り口のヘリさ、修理してもらっていい？するする。するする。一応、ヘリ修理してる間さ、豆ヘリの後ろからさ、もし素材とか運んでくれたら嬉しい。ありがとう。電話かけて。白井さん電話できないんだよね。オッケー。あ、俺現在通話できませんになってるわ。今俺かけれない。あ、俺からかけれないわ。え、じゃあなんかあれ解除して、非通知モードみたいな。あ、多分ね、解除できた。あ、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 オッケーオッケー。説明しとけばよかったな。音ハメをしてたんだ、さっき踊ってた。やばい、眠くなってきた、マジで。昨日さ、結構マジ12時間やるつもりじゃなかったからさ。あ、じゃあ結局いつからあって、あ、じゃあ分からんって言ってない、ごめん。やばい。今のおもろすぎやろ。何や今の。今のおもろすぎやろ。いや、まあでも0時ぐらいに寝るのもあり。めっちゃ迷いちょう今。いや、まあ今日はちゃんと動けたかな、さすがに。珍しい、こんな早く、ね、眠くなるの。本当にさすがにこの音違いますよね、ライブ。ああ、これさ、今さ、今車撮ってるよ。大型のですか？ユニオン行く人たち今車撮ってるよ。了解。ちょっともうすぐかも。了解。ダイビングのチューブだけ買ってきます。なんかね、初めての人たちが結構いるらしくて、それで結構時間かかっちゃうかもって言ってた。了解了解了解。ノーリミットがほぼ初めてやったっけ、推しのライブ。明日俺スタグラでしょ。終わらせなきゃいけない作業もあるから、まあ今日は本当に早めにやめるつもりがちで、さすがに本当に毎日5時はやばいよ、死んじゃう本当に。ただでさえ座り、戻る？戻る？あ、なんか確かにユニオン準備してる。さっきなんて言ってた？ユニオン、ユニオンは初めての人がいるらしくて。はいはいはい。ノーリミットって新しいギャングあるやん。そこの人がほとんど初めてらしいから、それで時間かかるかもって。なるほどね。まあ今車撮ってるし、まあそんな遅くはないかもね。一応みんな準備はしといて。はい、いつでも行けるようにしときます。ごめんやけど俺もうそろそろ寝るから、俺はなしで。は？これ何人います？あ、当てまくと白井さんと安城いるよ。今薬取ってた。オッケーオッケー。今戻る。5から4か。那島さんが行ってくれたら5。那島はいる。了解。5人？オッケー。ああ、よかった。ああ、なんでもない。行くか。うん。一丁暴れるぜ。5人だったらさ。やるか。5人で一緒で5人でもう
来なき 早めに倒して5人で、はい、中でも、ま、守っちゃっていいんじゃない？了解。倒すのは5人で、カラーの取るのは1人しかできないか。そうですね、回収なのでヘルワンが回収係なんで、今回2人2人分けて横のところかな、横の建物に行くしかないんかな。でサーマルで見られないように海逃げですかね、余裕あったら。よし、行こう。あ、そうね、行こう。レッツゴー。ヘントコーン、シートベルトした？シートベルトはしたよ。えらい。オッケー。知らん。じゃあとりあえずアジトに出発。おい。いやアーティファクトか。アーティファクトか。久々じゃな。久々さ。え、うわ。何？久々すぎる。ああ、久々すぎて。ごめんね。びっくりした。ロレッツ。アーティファクト。アーティファクト配置どこだろうな。俺ヘリかな。航空機。ジェット機いる、うん、パトカー来るからな、地続きであんま意味ないな。パトカーだね。ヘリどうだろう。まあヘリどうだろうな、まあ、ちょっと作戦は作戦的にはなんか5人でバーって言ってバーみたいな、うんうん、撮ったよな。オッケー、うんうん、よし。じゃあ今回どうなんだろう、ヘリ使わない、うん、だろうな。どうだろうね、ちょっと今どこ？今ちょっと戻ってるよ。うんうんうん。ありがとう。うい。Thank you。うい。しまなきゃ。ちなみにグリップ手もつけた方がいいかな。ちょっと話見に行ったからグリップ取れてないわまだ。あ、それ後でいいよ。OK。うちはあっち行くよ、あっち。アーティファクト、これヘリ、うん、ヘリで斧取った後ヘリですぐ行って撃っちゃった方がいいな。じゃあ確かにね。じゃあ、まあ、最悪うち、うん、知ってる？オールイーのブルーインパルスって知ってる？ボスは知らない。僕と白井さんがね戦闘機持ってて、うん、自分ごと警察にぶつかればヘリ潰せる1個。はい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 。でもさ、うん、実際ヘリ乗って逃げるようになって、うん、撃ったら終わりじゃね、もうそこからは。だからそのサーマルとかを出させない、うん、あでもうち人数少なくてさ、あ足りないか、5人しかない。そう、うち5人しかないよ、うん、まあ、うん、今いるメンバーだけよ。あ、じゃあ白井さんだけインパルス撃つの、ワンちゃん。ブルーインパルス、いややっぱ嬉しいんだな、そういう戦闘機はなしでいいんじゃない。だって白井さん、うちの出番は、うん、このブルーインパルスの出番はないって。今回ないか。あれなんか人のを助けるのもいいよな。え、6人かこれ、うちちょっとちょっかい出しに行くのかな。さあ戻りました。6人じゃん。あ、確かに。まあ爆発聞きに行くかという感じなんじゃか。チヨが、うん、ヘルが言ってて、見てほしいって言ってたよ。誰に？天使？私に、うん、あユニオンの爆発。それは、うん、そうね。オッケー。うち、今回5人しかないから、うん、まあ、ヘルは中で取るの確定で、うん、2人2人分けて、天使を国だけ倒すのだけ手伝って、うん、カラーの、まあ、分けて、46と59、2人ずつかな。46と59ね、46と59、うん、OK、うん、了解。まあまあ、最悪で来てあんま美味しくない時あるんだ。アーティファクトっすか。あ、やべ、ミュートしない。うん、ね、美味しくない時ある。わかるわかる、分かってあげられるよ。美味しくないんだ。いや、美味しいよ、美味しいけど赤身ってさ、うん、噛むからさ、食べるの疲れちゃう時ある。顎がね、顎が疲れる。分かってあげられるよ。対象行くのは、ヘリ1台は欲しいから、うん、ミッション受ける人が、ミッション受けた、まあ、ヘルワンがヘリ乗って、はい、気なところ、なんか近いところに降りて、はい、心の気はこの4人で倒すからさ、すぐヘリで降りて、あ、じゃあ回収して、ヘリ乗って、すぐ降りに行く感じ。了解す。え、じゃあ白井さん含め全員も現地に行くって感じですか。うん、まあできればちっちゃいヘリの方がいいな、ヘルワンは。あっち狭いから、後ろ側は。ああ、まあヘリですか。じゃあ後ろに置く感じですね。
うん、すぐ回収して、うちが結構耐えるんだったらもっと取っていいし、うちが結構危ない状況になったらそっからはすぐもう全部取らなくても逃げちゃってほしいね。マヘリ逃げで了解です。うん、1万59ってなんかあれよな、港側にヘリの着陸できるところあったような気がする。いや遠いよ、いいか、58のすぐ裏でいいよ、アメリとかで。58のと46の間の裏あたりですよね。5秒走って濡れる場所でいいよ。了解了解です。まああそこ心なき出てくるんで、処理だけちょっとだけ対空してから降りますね。オッケー、うん、心なきはこの4人でなんとかするから。はい、うん、ありがとうございます。心なき弱いよな、ちょっと。うん、あ確かに弱いですね。うん、弱い。ボブキャみたいなことにはならない。まああれはバカやです。まあちょっと4人で倒したらめマジで早いから多分。ヘロンヘロンヘロン呼んでるよ。あ、はい、一緒行こうぜ。え、ん、準備一緒行こうぜ。準備終わりました。俺も準備終わった。ちなみに準備もはい、準備終わりました。終わった。あれでしまっとくか。サプまだ余ってるかな。多分余ってねえなこれ。SMJ かこれ。で、うちは、はい、ミニオン始めて5分後とかでいいよ。ミニオン始めて5分後、うんうんうん、まあ一応もう豆ヘリでいつでも行ける。5分後もおっせえな。あ、早いな。10分後。誰かご飯ない？10分ご飯ありますよ。ごめんね、上の家にしまっちゃっててさ。はい。あ、助かるよ。はい、ありがとね、みんな。あ、おかしくなっちゃってる。おかしくなっちゃってるよ。薬中。シロマン。危ない。誰だ？その名前は危ない。何？誰その名前は。でも俺は知ってるよ、シロマンタ。え？打ち破った。飲んでないのに。ボス。ちょっと白いと関係ある？そいつ。いや、ないね。白井さんがそんなの。あ、確かに。名前が似ててさ。そうですよね。ごめん、焦っちゃった。なるほどね。危ない。なるほどね。そろそろ近くまで行こうか。オッケー。この、うん、どうするか。ヘリ使う？ヘリいる。ヘリはあのヘルワンだけ。ついてないこれ。あ、じゃあ。一応。はい。1億入れた？1億カナに渡したよ、今現金で。え、現金で渡した。あ、振り込んだってこと？あ、そう、振り込んだ。あ、オッケー。あ、拘束したもうパトカー1台うろうろしとる。撤退した。これちょっと車にガソリン入れとくわ。ちょっとだけ魂抜けてました。ヘルワン入れる、ま、あの行く前に PY 迎えに来たよ。 PY？ え、マメヘリですけど大丈夫ですか？うん、いいよ。まだ決まってる。ちょっと行く。どういうことですか？了解です。みんなどこ行ったんだ？あれ、みんなどこだ？今ね、拾ってもらおうとしてるよ。4人はじゃあ同じ感じで行くって感じですか、タイミング。ここはね、ヘルワンと行こうかなって。白井さん、あ、ごめん、ちょっと待って、今ガソリン入れてる。了解。うん。あそこかな、近くか。高速側トラックも詰め込んであるからそろそろかも。オッケー。これ乗っちゃっていいのかな、大丈夫？自分の登壇者、あ、自分の方がいい、いいか。自分の行った方がいい。これ一人一台自分のの方がいいかな、車。一応安城乗っけちゃってるけど。ボス、何？一人一台自分の車がいいかな、盗難車。それがいいね。オッケー。じゃあハイドアウトで、さっきの。オッケー。ありがとう、ごめん。いいよ。この車マジでエンジン音いいんだよな。かっこいいね。車でいいよね、バイクじゃなくて車で。うん、車でいいと思うよ。了解、ありがとう。いい、頑張ろう。頑張ろう。あ、いけた、あ、いけた、今上空飛んでます、58の。ほんな行こうか。いやと思うんですよね。すぎない。了解です、了解です。ちょっと待ってね、あの一旦事故ったから、あの車直してから行く。これ1、了解。1006225。おやい、00622。行くぞ。あれ、どこだろう、こっちかな。オッケー。アイアンマンだよな、これ。アイアンマンだね、完全に。うん、100% アイアンマン。この
車の元々の持ち主もなんかトイリーゼントのアゴヒゲだったからトニースタックあの引っ張り出して落として殴り殺して奪ったワンチャントニースタックワンチャントニースタックやばいな半分消し飛ぶぞトニースタックに勝ったのすごいねでもいや頑張ったよやっぱ、ね、あんま上がんなかったただの人だもんねそうそうそうこっちは国選習得者だからえ誰だああボス残り2人は残り2人はヘルが上かあれ上じゃないか中5人だもんなあとナシマさんかな結構長い時間マスカム知らないこれ、okay? 確かにのんびりしようぜかなチルユニオンもうすでに警察待機してるから早く終わってしまうかもしれないバレてんだよなんでバレてんのなんか毎回バレるよ大型前ねえなんか誰か言っちゃいるんじゃないかねっそしたらファイファイファイ誰だろうな誰だろう誰だと思う白井さんでもいやなんか俺角立つとそれ多分言ったことによってちょっと角が立つ確かに丸くはないかいやユニオンうん通り見と強いんかなどうなんだろううんメンバーも分かんないし未知数10分は耐えるっしょ、まあ、10分は耐えてほしい、ね、耐えてほしい10分はもうコンビニやね10分で収束してこっち来たら伝説だよ確かに準備 1,2 時間かけ、まあ、ずっと状況見てもらうしかないなだねうん天使もあれだねマメヘリとかで偵察できるんだったらもっと強いなマメヘリかマメヘリマメヘリ早いしな着地むずいんだよな口だけがなそのじゃ焦ると出るからうんそう足回るとどんぐらい到着してるよ今10063におるああオッケーじゃあ6人いるようち行くわよいしょ行くうんどうした6人だよねあこれかこれ車はいつでも迎えます。歩いてきちゃった。歩いてきた。どこで来た？どこで来た？向かっていけた？すごいね。チャリじゃなくて。ああ、一応652でいいよ。にヘルン来なよ。現地行っていいですか？もう。10062に一旦集合。はい、あ、了解了解了解。で、ユニオンが始まったのを確認したら行く感じ。10分後ね。始まって10分後。やるやね。多分。暇だね。うん、左左下にいるよ。その辺近づいてやばいよ、うん。あの、敵出ちゃうから気をつけて。あんまり近づくと。大丈夫。ちょっとどっかトラップ置けなんか見てくるわ。了解。ここら辺は大丈夫ですよね、でもな。多分。え？これで車取るのはまずいかもね。トラックか。トラック取ろうとしてんのか。なんであの人歩いてんだ？もう取ったのか。まあ、どうだろう。あ、ここか。合図した瞬間行くって感じですね。いや、10分後。あ、10分後か。はい。よっしゃ。よし。2億4000万。無理しなずに取って、ちょっとだけ取ってすぐ逃げてもいいから状況悪かったら。あ、警察の進行状況ですよね。パトカーの進行状況で決めます。うん。うん。うん。で、ダイビングスーツも一応着てきてはいるんで、あまヘリやばかったら海逃げします。物を取ったらヘリに乗れるんだったらヘリに乗って、はい、すぐ売りに行っちゃって、うん、すぐ海いや売りにあ売りに了解っすってことは10012とかの方向に行けばいいってことですねそうはいここだっけ多分10009とかそこら辺ですよね了解っす了解っす10009なんでそれあれビッグ鈴のとこじゃないか。違います違います。どういうこと？ああいや、ちょっと俺売り場だろう。あそうだ。白い紙はわかんない。くそー。ここでミスりたくなかったー。なんすかこんなところでミスるって。いやーもう売り場間違えると必ず白い紙っていじられる。よし。まあ1個6000万ですからね。でかいなぁ2つ取れただけでも同じっすよね1個4000万じゃないのあ、ごめんなさい、1個4000万やん4000万で6個で2億4000万半分ぐらい取ってもいいからな
そうですね、一応だいぶでかいですね。え、ヘルあれやんの？ハッキングやんの？やらない。やらない？あ、ボス、うん、なんかアーティファクトでハッキングがあるらしいんですけど。あるね。あれってやっぱり使ってなかった理由はそんなに良くないからですか？そのパズルの時間と普通に朝の時間とその変わんないからじゃない？あー、なるほどね。そっか、全部受注者しかできないですもんね。うん、それがね、そこですね。ユニオンより高くなったな。あ、おかしくなっちゃいましたね。ユニオンもじゃあ高くなるかな。ユニオン結局今どのぐらいでしたっけ？ユニオン分かりやすく 3億にしよう。いや、もう2億か。4億でもいいのかな。4億にするかも。じゃあ4億にしよう。パシフィックやね。じゃあパシフィックも上げる。インフレやね。ちょうど今日市議会だもんね。まあ優先度的に高いって言ってましたもんね。今から一旦検証のために飛び降りてみるけど、死んだら通知出すわ。え、検証？え、なんで？何の検証だろう。え、どこから？ところから。え、なんで？ちょっと待って、謝らないで。検証してんの？検証？降りれるか降りれないかで、うん、作戦が変わるの一個。そうなんだ。あっ、とう。どうだろう。大丈夫だ。おお、よかった。おお。おお。あれ、僕の体は。よかった。よかった。これで天使が通知出たーとか言って。めっちゃ面白いですね。一応10分後やからなんとかなるもののですね。ユニオンの状況はどう？ね、まだ中で作戦練ってる。バイクの説明とか鍵の受け渡しとか。あ、まあそうっすよね。始まってからの、だけど警察も辺りを巡回し始めてる。不足したとか。 OK。 覚めてゆく天使の微笑み。さあどうする、今回の作戦は。確かに説明したよ。ボスのツッコミ珍しい。受けてる、珍しく。珍しいですね。これ誰横に乗ってんの？俺だよ。と、車ちょうだい。車ちょうだい。うん、僕歩き嫌だからやっぱ車いいな。いやいや、俺はなしも君。そしたら歩いて。マジか。ヘルアンのヘリ貸してくんない？あれね、一人用。ヘルアンが歩きで。あ、いいよ、全然いいじゃん。でもどうすんの、お金回収できないよ。なる君、歩いて。いやでもどうする、ヘルアン。それじゃあ、島さん馬で。え、じゃあ馬ちょうだい。馬乗ってなかったんですね。え、奈良くん後輩だよね。あ、那島くんのってことですよね。うん、オールインの。あ、後輩、後輩だ俺。歩くわ。えぐ。歩きます。俺の車に乗るんだ。わかりました。いや、待って、ん、俺なる。いや、嘘。那島くんありがとう。車どうしたのこれ。始まってないからさ。え、うちのガレージから持ってきた。あ、ありがとう。ボコボコの車直すんじゃね。俺のハイドアウトガレージのやつに似てる。そう、直すわ。リサイクルセンターから移し替え終わったんで寝まーす。おやすみなさーい。はい、お疲れー。おやすみー。ありがとう。え、殴るのしよ、僕のこと。メガニックです、メガニック。でもちょっと僕今ヘリ出してくるから、ちょっと待ってて。その後もないかも。ヘリ。ヘリ取り行くね。了解。あ、ここか。あれ、あれだったね。うん、全然。こんなかっこいい車どうしたの？これハイドアウトガレージに入れといたんだ。はい、や、この車何？運転心地も悪くないな。あ、ちょっと待って、ネジ僕、そういえばさ、うん、あの新しい車誰が当たったの？え、新しいもの当たったの？あ、当たったらしいよ、あれ。行ってみるか。欲しかったのにな。俺来た。誰か当たったんだ。うん、めっちゃかっこよかったのにね。もう出たの、あれ。もう出たらしい。なんか通知とか来ないのか、さすがに。来ない。市議会に爆弾持って行ってみん。いや、終わらないぞ。大丈夫かな、起きてこれる俺ら。どうなんだろう。ダメじゃないかな、多分一線超えてる気がするんだけどな。ここやね。ここやね。あれ個人とかじゃないですかね。最近横に、ここに行かないんだけど、カメラいなくなってる。失礼す。あー、ごめん、大丈夫な人だった。ブースティング中の都市民だった。ブースティングをする白市民って何？もう買おうかな、天気の筋肉。めっちゃいいよ。便利ですね。便利というか。左手どう？左手。
左手は別に悪くないけど、うん、大変そう。でもね、便利よ。毎回いろいろいじるのが嫌だ。いや、そんなことない。ここはね、うん、ここはここって決めてるから簡単よ。あの、いっぱい作れるプロファイル。高い？それ。3万。3万とも言えない。何とも言えない。でも3万の価値はある。え？やり手デバイス。ここに使うの？俺今あのヘリとかいろいろに使って、これ左手デバイスで置いてる。え？どういうこと？左手デバイスの筋肉。どういうこと？まあ新しいデバイスをね、今多分ナシマさんが買おうか悩んでて。デバイス何？新しい筋肉を。それもおかしいですね。新しい筋肉。新しいパーツを。パーツ？パーツ。ナシマさんってサイボーグで、実は。何それ？うん。聞いてないぞ。人間じゃないんだよ。あれ、そうなん？サイボーグ。ナシマそう？ちょっとあんま僕にあれしないでほしいな。じゃあもうこれもうめちゃくちゃ。俺って行かれてて、うん、あのゲーム脳だからさ、全部ゲームの中、うん、ゲームの中の用語で例えちゃうんだよ。ごめんね。え？ここ何だった？ナシマさんが今操縦桿で運転してるからいいよね。うん。天気の筋肉にしようか悩んでたらしい。天気って何？天気の筋肉っていうのは、うん、ヘリの機体につける9個の数字が書かれた。ここで買うの？アマゾン。アマゾンって何？アマゾンっていうのは、うん、森がすごくて、うん、あの動物とかもたくさんいて、うんうんうん、治った、やった。人が入ったら簡単に死ぬ。でもそこにはたくさんの宝があって。アマゾンって何？アマゾンっていうのは、この町にあるの？アマゾンって。いや、アマゾンは遠い場所にある。遠い場所どこ？どこらへん？アマゾンは海の方、まあ、ロスサントスから南にある。アマゾンって何？アマゾンっていうのはロスサントスから南にある遠い国で何でもあると言われている。じゃあ行ってもしなかったらどうすんの？行ってなかったら切腹する。ないものないよ、何でもある。でも俺初めて聞いたの、アマゾンって。この町にアマゾンがあるって。なんか爆発起こったってない？あ、爆発しまった。爆発1回目 OK。 まあここから10分か、うんうん、はい、今32分ですね。そうそうそう。え、アマゾンって何？アマゾンっていうのは、うんうん、たくさん段ボールが置いてあって、その南にね、森の奥にたくさんの段ボールが置いてあって。2回目、うん、と、あの俺たちがロスサントスで俺が欲しいって強く念じると、俺らは今から10分後の42分にスタートするね。そこからコウノトリがダンボールを運んできてくれて。コウノトリって何？もう飽きた俺は。あ、そう。まあ、コウノトリ良くなかったんかな多分。ねえねえ、うん、キスって何？え、なんて、なんて、キスって何？キスキスキス、うん、見せてあげたら知らない。この前最近キスしたって言ってたじゃん。見せてあげて、ちょっと教えてよ。キスっていうのはこれ、なしは前の筋肉を押してくれたい。ナシマさん、ナシマさん、やっぱここはね、うん、ガチメンコじゃない？なんでなんすか。分かってこいよ、分かってこいよ、分かってこいよ、分かってこいよ。じゃあ安城いいぞ。よし、ちょっと待ってくださいねボス、忘れたんでちょっと、うん、今脳内に。じゃあ今僕が何言ってもおかちめんこって言って。わかった、はい、いくよ。うん、おかめちよこ、おかめちんこ。待って、まだ払わず、まだ払わず、我慢してください。もう一度チャンスをください。次は
いやだってもうダメじゃん。最初はずるいです。最初はずるいです。言って何その知らんよその死ねって言った今。言ってないよ。言ってない。知らんよって言いましたよ。知らんそんな。あじゃあ行け。じゃあ行くよ。あ、おかちめんこって言ってね何言っても。わかった。パチメンコおかちめんこ。行きます。はい。おかめちよこ。おかめ。いや止まっちゃダメじゃん。そうだよ。言い切んないと。おかちめんこ。おかめちよこ。さんおかちめんこで怒られてるんですか。おかちめんこ。おかちめんこ。おかちんこ。ねえ。おい違うイカとかイクラとか言えよ。しかもおかめおかちめんこしか言ってない。本人が言うことは復唱するだけなのにさ。なれる？おかちんこ。おかちんこおかしい。なれる？そうはならん。はい。爆発何回目今？今回やって、なあもう結構穴が警察だらけ。あじゃあ行きますか？やっちゃうんだね。もうやっちゃうぜ。